パキュンカスお願いします。本日の企画は英語言ったら即帰宅ピザパーティ ー。今日は L ピザ2枚 M ピザ4枚ご用意いたしました。まあ、ということで、はい、大量のピザを用意した久々の大食い企画という感じになってるんですけども、はいはい、英語を言ったら即帰宅です。いや、っていうか帰宅っていうか裏で羨ましそうに見てろ一番うぜえよ。俺だけ前回ね、新大久保で英語言ったら即帰宅の、はい、まあ、街ブラロケやったんだけど、まあひどい。動画がガッてなってるけど、ガッてなってる前半部分でほぼ消えたから。確かに、今日消えたやついねえから。お前だよ最速だろお前お前が街ブラじゃない分、まあ、普通の会話だけしかないから、まあまあこの間よりは生き残るんじゃないかな。まあいけると思う。 そうだね、それはいけると思う。しっかり完食して終われたらいいなっていう。なんか俺も全員で食べ終わる姿を見せたい。ああ、いいじゃん、目標それでいこう。マジで、まあ、前回同様英語は2回言ったらアウトです。早速、はい、ピザパーティーしていきますか。じゃあそれではやっていきましょうせーの、アーチャースクワット。まあまあその毎回そうですけど、はい、スタートの合図があったらそっから英語禁止、はい、で誰かが英語言ったら1回ストップ入りますから、ね、それの間は自由に話せる。全力で楽しんで完食しよう。はい、はい、楽しむだけ考えた。それでは英語を言ったら即帰宅のピザパーティー、よーいスタート。のいただきます。いただきます。そもそもこれ何が何？俺が一番狙ってるのはジャガイモ。ジャガイモ？ジャガイモ乳製品。そのどれがいいかとかさ言ってって。でも冷めちゃうから早く食べて。冷めちゃう。どれがいい？俺海物語の盛り合わせがいい。俺高カロリーの。損してんだからさ、二人に聞いた方がいいやん。はい、かい。何食べたい？俺丸いやつ。全然わかんない。うん、否定して。味言わなきゃね、わかんない。そうそうそう、渡せないからそんなこと言ってたら。このお肉のやつ。お肉二等辺三角形。全部成功なの？いやいやいや、丸と変わらんよ。言ってること。これ何が欲しいの？俺もお肉ぎっしぎしの白い粉。じゃあ、早速いただこう。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。うまっ。うまっ。うますぎ、低音で腹立ってきた。みんなは家で頼まない。めったにない。まあ、やるよ、今回。俺ね、働いてきたんだけど。俺、今でもたまに頼む。どこ？お届け。やっぱそこなんだ。俺弟がここめっちゃ好きなんだよね。へぇー、どここれ分かんない、これ多分ピザの気持ちの気持ち。はい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 。何のもっちもちのっておっしゃいました？ピザ。アウト。ありがとうございます。このゲームにおいてさ、ピザが一番しょぼ一番言わせないと気をつけるじゃん。なんかドミノに気を使ってドミノに気を使ってダメなんじゃ。残り1機です。やばい、ちょっと食おうじゃん。いっぱい食べな。いっぱい食っちゃう。はい、かい。多分あんま言ってないけどさ、同じお届けの店でさ、カズ、ベンゴ、コウタ、サッチャン、ハルカも、いや、ケイト元メンバーのケイトか。はい、ケイトが何だって元メンバー。アウトだよお前。え、俺また帰んの？いや、だから今回は帰れない。だるっ。それ俺らがピザ食ってるのを見てる。だるっ。俺らにも映れないけど、話にはまあ参加していいよ。で、結構厳しめに見てる。俺ら気づかない時あるから、うん、前回もカズの一回気づいてないのあるから、うん、そうだね。あら、全然ある。ちょっと頼んだわ。ありがとう。ごめんね、お疲れさー。はい、お疲れ。お前の分まで食べるから。はい、ということで、今回もすぐに消費券またこうだね、うん、ちょっとなんか遊びたいね。まずいつもの遊びもできてるけど、女の子と盛り上がる遊びあるよ。ちょっとお願いできる？できる。タイトル、はい。マジお前だるい。お前だよ。11ね、うん、で22か、うん、大会。いや、いいですか、うん、大会女の子と盛り上がる遊び。
で、はい、ヨーヨーは簡単で。え？ん？ん？ヨーヨー。日本語としてもおかしいだろこいつ。うん。あ、ルールか。あ、は簡単です。僕が、うん、塩って言ったら、おから始まるものを言えばいいだけです。高速で。日本語で言えるぞ。しりとりってこと。そう。じゃあその。みんなでいかこう。こら。ダダー。うわマジか。乾いてました。ずっとコーラっていうの。ナイス。こいつまた食えんや。待って今何分？18分。あいや。なんか。18分で。ツアーガンドに2人。なんか俺って今から動画やっと始まるわって時に会うといらんで、マジでそう。すいません最悪だわ。ほらコーラ持ってけや。ああ、ダメダメ、置いてって置いてって。よし、ラッキーフリッキー再開。意外とどう、あとどんぐらい量。まあでもまだあるよ。まだ全然ある、全然ある、全然ある、うん、まあその3人なら満足いくかなっていう感じ。なるほどね。しりとりはやろうよ。あ、高速しりとりやる。うん。え、リスクでかすぎ。リスク。めっちゃ気ぃつけて喋ってんだけどな、うん、お兄ちゃん迎え行ったよ。なんか再開どうするよ、うん、俺ら高速しりとりすんのちょっとなんだから、3人が高速しりとりして英語言わなかったやつ復活にしよう。いいの、一気だけじゃ。うん、なるほど、ね、OK。 来い。はい、かしこまりました。失礼します。俺ら食ってるからさ、後ろで高速でやってて、英語言ったやつからあっち帰ってる。うんとか関係なくね。あ、お前その面舐めてるよな。舐めてるっす。まあまあまあ、いいよやって。今こうだから。リからでいい。ダメ。死ねのね。ダメ。ダンダン。猫。子猫。子豚。タヌキ。スネ。猫。はい。2回言いました。2回言いました。あれ、うん、2回言いました。うそうそうそう。帰れ。退場。はい、どんばい。しりとりができてねえじゃねえかよ。話になんねえやな。食いすぎだよって。で、ブのブね。こうだから。はい、こ。ここまで1。金か。コント。あーだーだいや、このレパートリーないけど、コントしかなかったわ、もう。頼むよ、バカが。入る、帰る。うわ、英語で言っちゃった。カスが消えちまえ。ピザピザも食えねえやつがこの企画に出るな。大丈夫、収殺で戻ってない。一回今なしね。今コウタが復活しました。コウタさん復活。一旦整理すると2期2期で1期だけ復活だから、ね、なるほどね。じゃあいくよ、うん、再開。いただきます。お前さ、ダメダメ、バカみたいな眼差しで見てるわ、二人が。お前らバカと一緒に住んだ俺がそっちに行くわけないだろうが。ほら、俺ピザ食いたいか。ピザ食い、ピザ食い、ピザ食いたいか。バサバサのまま兄ちゃん、地獄から参りますよ。もう外出せ。あれ、はい、マジで帰らせて。帰らせて、帰らせて、帰らせて。はい、今日から持ってきます。すみません、こいつは。すみません。腹立つわ。典型的な巻きキャラだって。再開。あいつ荒らして帰っただけだよ。見て、具材がないの。いろんなとこの具材がないのよ。なんつうのかな。薄切り丸肉全部食ってった、あいつ腹立つ。あと赤いもいっぱい食べてって。だってこの逆から読んでも、逆から読んでも赤いやつあるじゃん、野菜。あ、新聞紙。あ、違う、逆から読んでも赤い野菜。トマトは日本語じゃない。トマト、うん、日本語か。一回止めよう。だってトメイトが語源ならばトマトは英語でしょ、はい、トマトは日本では別名赤ナス、バンカク、黄金ウリなどとも呼ばれています。ですので、せーの、アウト。裏の言葉に惑わされちゃダメだよ。俺も思ったんだよ、トマトって英語だよな、うん、コウタが日本語だよって言うから、じゃあトマトって言ったらアウトになってんじゃん。騙されんだよ。これ英語言っちゃいけないはベースにあるけど、そもそもで言ったら感触が目的だからね。お前がいなくなった場合俺が地獄目。待って、大体ちょっときついな。さっきまでは全然いけると思ってた。でも2人になってこの量見たら喧嘩打ってきてる。でもマジでうんこしたくなってきた。
ダメです。うんこ行ったら英語っす。うんこ行きたいなら英語一回言わないと。そう。どっちが犠牲にしてんならいいよ。我慢だよ。言える？我慢する。英語言ったのかと思った。マジでやばいかも。行くの？マジでやばいかも。めっちゃ英語言って。やばい。待って漏れちゃうかも本当に。いいよ食べて。バカ。おい。ヤジさんが英語言ったのでワンアウトね。最下位。一応ヤジがトイレ行ってますけど、その間も動いてますこの通り。まだ。で具だけ食うのやめてください。みんなどのあの丸生地が好き？俺クリスピーか。でもハンドトスも悪くない。でもオーバートスもいいな。でもやっぱトスっていうのは2本の指で支えるよりも5本の指で支えていっぱいの指で支えてやんねん。お前ニアズって言ってました。何のアニメですかこれ？バレー。あ、言ったー。はい、言って。日本語なの？配球が日本語ですか？アニメの配球が英語なの？カタカナで書いてるけど、バレーを漢字で書くと配球なんですよ。赤ちゃんとすごいな、配球会議したら。ごめん。配球会議しよっしゃった。再開。誰が言って再開なの？あやちゃんすみません早くチェンジの件ですか。うんこ渡った。え、戻って。はい、再開とは思います。再開とは言ってます。再開してるんで。はい、もうしてます。じゃあ、ほら、カズ。あ、来なきゃ。いや、ごめん。じゃあさ、戦ってみる。そっちのザコ4人と、俺1人。何言うの？はるかの一言目あったよ、電話の。あー、いいね。はるかに今電話して、英語言った場合、ヤジアウト。一言目はないだろ。で、普通に会話して。会話して、英語をはるかが言ったら、ヤジさんアウト。言わなかったら、うん、あの言わなかった秒数分かける10円ヤジさん。めっちゃいい。それでやる？やります。ヤジは英語喋んないですとか言っちゃダメだろ。言っちゃダメだろ。もちろんもちろん。はるかが英語言った時も俺アウトってことでしょ。あ、スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくね。じゃあまあちょっと終わっちゃったんだけど、まあせっかくだからこうピザ余ってるから、はるかに電話して、はるかが英語言った場合はもうさっちゃんにピザが行くから。はい、じゃあはるかに電話します。出なかった。はるかが今出なかったからさっちゃんにかけます。はい、さっちゃんが1分以内に英語を言わなかったらさっちゃんにピザプレゼント、うん、英語言ったらはるかにピザプレゼントします。プライベートすごい関係ない話してる。恋愛相談みたいな。あ、もしもし。あ、ごめん、寝てた？ごめんごめん。ちょっと、ほんとこんなタイミングで申し訳ないんだけどさ、恋愛相談をしたくて。いや、わかる。言いたいことはわかる。なんか、好きな子がいるんだけど、うまく思い伝えられなくて、ちょっとどうやってなんかデートとか誘えるかなと思って。あ、それ、俺に聞く？いや、違う。一応今、さっちゃんに聞かなきゃいけないんだけど、なんかあるかな？まあ、こういうとこ行ったらいい。連絡先知ってるの？連絡先は知ってる。まあ、なんかイベントとかの日に。アウトーということで、ピザははるかに行きまーす。ありがとうございました。ありがとうございました。